これぐらいになったらよう引くでしょう、ね、いいそばですね。忙しいところ申し訳ない。あ、そんな感じで行きます、行きます、全部入ります、はい、いいですか来た、おお、暴れますね、暴れるね、飲ますの餌に2匹だいぶ引いたね、キズさんです、ありがとうございます。うん、サバはもうどんどん、イワシは朝方に群れが回りました。サバはもうどんどんですね、ほんなら頭いいだけ、あー、そう、ちょっと小ぶりのは見やしてみよう、あー、そうですか、映されますか、大量大量大量です。サバもうこれぐらいでもうあんまり釣り引いたら料理が大変、うん、そうなんですね。深瀬釣りの方も何人かいらしてます。30センチ台のチヌが釣れてます。あとは20センチぐらいのチヌは多いです。43、ちょっと太いのも混ざって、そう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 、ね、そうだね、うんうん、おお、もっと太くなったこれ、うん、まあまあ贅沢、もうちょっと大きな贅沢言ってもらいますんで、ね、浮かせでキビレが釣れてます、ありがとうございます。気使っていただいてこれが味噌ですよね。うわー、ちょっと太いのもいます。西宮浜公園前湾岸線の近くです。今日は西宮ケーソンがそこそこ混雑してましたので、ケーソンで竿が出しにくい場合はこちらはいいと思います。空いております。北側に向かっても、広い釣り場が続いてます。南側もいいポイントです。最近青物の情報もあります。生後もいますね。生後いますね。おお、生後が出てきたら羽もね、ね可能性は。どこも。サバと、チヌと、こちら。ありがとうございます。くださいよ。暗いな。ちょっと。